はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではレディーストーカー、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、鉱山の町から、さらに先に進んでいきまして、魔物神殿というところにね、まあ、たどり着いたんですけれども、そこで魔物に捕まっているね、コックスを発見しまして、で、そのコックスをね、まあ、助け出しまして、今度は3人でね、デスバレー鉱山を脱出しまして、でその後、モンスター村というところにね、まあ、たどり着いたんですけれども、その時点ではね、まあ、特に何もすることができなかったので、一旦ね、まあ、今まで行ったいろんな町を回りまして、まあいろいろね、話を聞いて回りまして、で、このデスベガスでね、魔物エキスを見つけたところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、もう一度ね、モンスター村に、行ってみたいと思うんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、レディがレベル20、コックスがレベル17、で、ヨシオがレベル19まで、上がっております。あとは装備品なんですけれども、レディに最新の服、コックスにチェインメールと、護身棒で、ヨシオに、最新の服をね、まあ、それぞれ買って装備してあるという状況になっております。そしたらモンスター村に行きましょう。ここで魔物エキスを使えばいいのかな。あ、トマトになっちゃいましたね。あ、普通に開きましたね。うわ、参ったよ。すごい噴火だったね。死ぬかと思っちゃったよ。まあ、そういえばなんか鉱山を出るときに、なんか噴火したみたいなね、描写がありましたね。だから言わんこっちゃない。わしはあの火山は近々噴火すると予言したんじゃ。それなのにゲムコのやつがわしの予言を無視しよって、よりによって火山の中に基地を作りよった。こうなったからにはざまあみろと言いたいわい。まあ、魔物たちも一枚岩ではないのかな。ここは、お、いっぱい魔物がいますね。大変だ、今の噴火で火山の基地が壊れたらしい。トロッコも動かないということは火山の奥の溶岩炉も壊れたんだ。踏んだり蹴ったりだ。あ、そうですか。この噴火でゲムコ様の立場もかなり危なくなってしまうな。 JB 様はきっと許さないと思うよ。うん、この骨は関係ないのかな。ゲムコ様からの連絡も途絶えたんだ。きっと基地の中で落盤を起きて閉じ込められたに違いない。これはかなり悲惨な状況だぞ。あ、そうですか。これは特に関係ないのかな。ここは何でしょうか。シャトードゲロゲロにようこそ。あ、宿屋っぽいですね。まあいいです。こんなゾンビがフロントの宿屋とかちょっと嫌ですからね。どうも我々の領域に人間が侵入したらしいんだ。さっき JB 様が来てそう言っていたよ。見つけたらすぐに捕まえろって。捕まえたら缶詰をいっぱいくれるって。なるほど、目の前にいますけどね。まあ回復くんじゃ無理かな。ベビオ、そういえば JB 様はボールがどうしたとか言ってたけど、あれかな。俺の友達が東のスノーバレーの基地にいるんだけどね。そいつが壁の中に丸い玉を見つけたとか言っていたんだ。それのことかな。まあ違っていたら怒られるから別にいいけどね。そういえばなんか前回手に入れた石板に白い玉をどうのこうのとか書いてありましたよね。無王、噴火のショックで腰が抜けてしまうとは。なんだよ、見るんじゃねえよ。いいものやるからあっち行けよ。あ、スプリング。
これはいくらでももらえるのかな。俺様がびっくりして腰を抜かしたことは秘密だぞ。いいな。はい。まあ黙っときましょうか。ここは、ここは神に見捨てられた哀れな魔物どもが救いを求めて訪れるところだ。なるほど。教会の代わりかな。おお、神よ。この惨めな出来損ないの魔物どもに情けをかけてやってくれ。邪教かな。なんだお前らは。今しっちゃかめっちゃかだから後にしてくれ。ん、もしかしてお前たち火山へゲムコ様を助けに行ってくれるのか。いや、そんなこと一言も言ってないですけどね。そうかそうかそうか、偉いぞ。今ちょうど誰を行かせるかを話し合っていたところなんだよ。結局下っ端に任せる感じなのかな。侵入した人間どもも探さねばならんし、ゲムコ様も助け出さねばならんし、溶岩炉も壊れとるし、参ってるんじゃ。弟、自然災害は始末に応えんよ。まあ、モンスターも自然の力には勝てないのかな。いいか、溶岩炉はゲムコ様が閉じ込められている部屋のさらに奥にある。ほう。きっと噴火の振動でボルトが抜けてしまったに違いない。ボルトをはめれば溶岩炉は治るはずだ。頼んだぞお前たち。結局我々が行くしかないんですかね。わ、これはなんだ。魔物の死体がある。噴火の時溶岩にやられたようだ。死体の周りに魔物エキスが飛び散っている。持っていきますか。まあはいかな。魔物エキス、これいくらでももらえるのかな。まあ2つぐらいもらっときましょうか。お、宝箱。ボディーコート、この状態でも装備はできるのかな。ボディーコート、あったあった。ヨシオの装備品、いや違うな。単純にレディーが物が持てない状態なのか。そしたら魔物エキス邪魔ですね。まあ、よしおにちょっと持たせておきますか。よしおに持たせます。で、スプリングもまあコックスに持たせておきますか。で、ボディーコート渡す。レディは下がっちゃう。コックスはだいぶ上がる。コックスの装備品みたいですね。じゃあコックスでいいでしょう。これでいいのかな。人間の姿になっちゃいましたね。ここで戦闘か。そういえばこの必殺技のサマーソルトキックをね、まあ覚えたんですけど、まあ相当使い勝手がいいですね。よいしょ。お、誰かレベルが上がりましたね。コックス。チャージは回復の魔法かな。カニは、よいしょ、外した。ふう。あれ、こっちでいいのかな。
マーソルトの一撃では無理か。ちょっと戻りましてと思ったら戦闘連打でいけるか。ここはなんだ、単純に迷路ではないのか、ただ通りにくい道でしたね。連打でいける？ちょっと時間かかりそう。怪しい埴輪。全員怪しいですけどね。このはしごは使えない。こっちでいいのかな。おお、電熱雲。おっ、ふう、まあ離れたところで力をためて、でダッシュでね敵に近づいてくれるんで結構楽ですね。熱っ、なるほど、ダメージ床。おお、こいつはなんだ、バネ、ん、読めないぞ。ああ、外した。熱っ。バネデトム。バネデトム。バネデトムってなんだろう。まあ、いっか。危ない。ん？あ、びっくり箱。これは、罠か。で、なかなか強い。お、光るビー玉。光るビー玉はじゃあ使っちゃって、コレクターに送りましょう。ここから下に行くのかな。お、宝箱がありますが、どうやって取るのかな。こっから行ける？あ、無理か。ちょっと体力が危ないので薬を使っておきますか。薬より魔法の方がいいかな。よしお、このコックスの魔法を使う時の掛け声というかね、なんか詠唱の声が妙に甲高いんですよね。あ、でも結局いけないのかな。どうやって取ったらいいのか分かりませんね。ちょっと戻ってみても、まあ、結局無理っぽいか。上から取る感じか。でもこれじゃあ階段登っちゃうか。から行けます？ここから無理か。わかんないですね。後回し。宝箱がありますけれども、あ、びっくりした。ここは行き止まりっぽいな。処理落ちがすごいぞ。ん？あ、回復。あ、これはセーブができる感じ？とりあえずいいえ。はい。回復の床はありがたいな。ここはなんだ？特に関係はなし。
あ、でもここも行き止まりか。そしたら、この宝箱を強引に取るしかないか。あ、薬。あつつつ。ん？これは落ちたらダメっぽい。あ、これは足場かな。この宝箱取れます？合金の服。合金の服。装備不可能。合金の服を渡す。コックスは3上がる。あれ？そしたら結局コックスしかないか。なんかコックスだけやけに装備品が豪華ですね。あれでも、じゃあこのボディーコートは何のためにあるんだ？レディーに最新の服を買ってない場合のみ装備して OK？ ちょっと一周ぐるっと回ってみますか。あ、宝箱。真ん中にも宝箱がある。これはどうやって行ったらいいんだ。とりあえずこっち行ってみますか。なんか影にありそう。何もなし。あ、これで見えてた宝箱かな。お、1万円。いいですね。そしたら戻るしかないのかな。あ、間違えた。足場来ないかな。来た。さっと乗る。こっから行く感じかな。あ、また回復の床がありましたね。620円。これはちょっと安いな。この板は何のためにあるんだ？持ってった方がいいかな。あれ？持ち越しはできない。置いとく？いや、あんまりなんか意味はなさそうだな。お、宝箱かな。あ、チョコレータム。チョコレータムはまあレディに使いましょう。で、こいつはなんだ。ふう、操りボーイ。ちなみにこれ、あ、ダメージ食らっちゃうか。操りボーイ、なんか一直線に向かってくるな。あれ、全然ダメージが入らないぞ。よっ、3人でなんかボコボコにしてましたね今。うわ、操りボーイ。あれ、普通の攻撃の方が通るのかな。
き止まりか。いや全然ダメージが入らない。間違えた。よいしょ。バネデトムってなんだろう。ビリビリなってるときはダメなのか。いいよ。あれでもここ行き止まりですね。忙しいぞ。これまずいかも。よし。熱っ。ここかな。結構広いな。あ、宝箱が見えますが、いろいろ入り乱れて出て敵が行く方が分かんないですね。行って、ほらほら。ふう。あ、びっくり箱か。全然ダメージが入んなかったぞ。危ない。チャージ、満タンになるかな。ほぼ満タン。あ眠ってる。ちょ起こして、ちょ起こしてくれませんかね。あ起きた。このびっくり箱を倒すと必ず光るビー玉が出るのかな。わわわ、いっぱいいるな。これでよいしょ。あ、ちょっとボックス危ないよ。ビリビリだな。ふう。お、また誰かレベルが上がった感じかな。コックス。ダマリン。ん？これは？こっから行くのかな。ここさっきの場所ですね。そしたらこれを下の階に落として、で回復して、でここで今回はセーブして一旦終了しましょうか。4番目かな。うん、これで OK でしょう。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。